団地の説明をしていただきます。この瓶のお魚は、サーモンですね。サーモンのグリルと、ちょっと添えてあります、タルタルソースなんですけど、きゅうりとそれから、ちょっとわさびが入ってまして、ピリッと、アクセントになってます。それからその上ですけども、空心菜とそれからきのこを使ったオムレツです。で上の方いきまして、栗かぼちゃとじゃがいものチーズグラタン。グラタンっていうのあれよね、はい、で柔らかいですね。そうになってまして、重ねて重ねてチーズを乗せて、うわ美味しそうだ。ありがとうございます。あのね、焦げ具合が食欲そそりますね、お客さんにも人気なので。あ、そうですか。から、こちら行きまして、下にナスがあるんですけど、ナスはフリットというか、油で揚げまして、で上の、しめじですね、しめじとそれからまいたけと、こちらもお野菜は全部無農薬と、有機のお野菜を全部使っています。はい、から、右側のこちらのムースにしまして、こちらはトマトのムースになります。あ、トマトですか。はい、でトマトの下ですけども、黄色いですね、はい、こちら糸瓜、それからサラダ糸瓜、ああはい、あ、珍しい食材ですね。そうですね。エビはエスカベッシュ、そして南蛮漬けのような、南蛮漬け、はい、エスカベッシュ、エビです、ね、レンコンは私のお里の、あ、はい、それは前もいただきました、はいはい、加賀のレンコンですね、はい、ですね。あ、なるほど。でスープの方行きまして、こちらはですね、はい、シェルって言われる形の下、マカロニが入った、ミネストローネというね、はい、スープで、上にはちょっと、はい、ミョウガですね。あ、ミョウガね、はい、今の旬のミョウガですね。はい、ちょっとドライにしたものを添えたり。はあはあはあ、から、ご飯は特別栽培米と言われる、肥料とか、それから農薬を 50% 削減した、お米の一目惚れという。一目惚れですか。はい、うちの かまどがあるんですけども、うんうんうん、かまどで毎朝、炊いております。あ、はい、ちょっとそれではかまどもちょっと見せてもらいます。はい、ことね、もともと薪で炊くかまどなんですけど、はい、もう多分すすだらけで真っ黒になってしまって、はい、ガスでも炊けるようにちょっと改装してもらって、どちらでも炊けるように。これで、ここのご飯は全部炊かれるわけですね。すね、はい、これ炊かれるのは奥さんの仕事ですか。これはですね、お父さんが、県のお父さんが毎朝炊いてくれます。お父さんが。はい。じゃあもう年季が入ってるんで、ね、ご飯炊きについてはね。つやつやで、ごぶ漬きにしてあるので、うん、もちもちっとした感じが残ってます。女性の方でも皆さんお代わりして、ありがとうございます。はい。